これれれから開催される、るいってみたい個性あふれる世界の祭りをご紹介します。1エディンバラフェスティバルフリンジスコットランド開催日2014年8月1日から8月25日3週間にわたり行われる世界最大の芸術祭フリンジ周辺が意味するようスコットランドで同時期に行われるエディンバラ国際フェスティバルにちなんで開催されたエディンバラ国際フェスティバル は一流の芸術家がが招待され公演するがフリンジはプロ、あま問わず参加可能だ。1947年に第1回エディンバラ国際フェスティバルが開催され、招待されなかったいくつかの劇団が自主的に公演を行ったのが始まりだ。現在では、50カ国以上からパフォーマーが集まり、2500に上るショーや公演が行われている。2、トマト祭り、スペイン。開催日、2014年8月27日。 毎年8月の最終水曜日に行われるトマトを投げ合う祭りこの国で一番ドロドロになってしまう行事スペイン東部のブニョールで行われるこの祭りの起源には諸説あるが野菜スタンドの前の喧嘩が始まりという説が最もよく知られている現在では人口の倍以上の規模の観光客が集まり130トンものトマトが消費される開始の合図とともにトマトが投げられ終了の頃には参加者も街も真っ赤に染まる 増加する参加者から生じるコストの削減対策として、2013年から地元以外の人々を対象に自治体が入場券を新設した。3. オクトーバーフェスト、ドイツ。開催日、2014年9月20日から10月5日。ドイツ、バイエルン州にあるミュンヘンで行われるビールズきに最高の祭り。もともとはビールの醸造シーズンの始まりを祝う祭りだったが、世界最大規模の祭りの一つにまでなった。 参加者はこの日のために組合が提供するビールを1リットルマースジョッキで乾杯しながら飲む。またドイツの伝統的な民族衣装に身を包んだ人も多く見られる。伝統的な食事やパレードもあり、ビールを飲みながら気楽に楽しめる。9月中に開催されるが終了日は名前の通り10月にかかるよう調整される。近年では町おこしに向けて、ドイツ以外の国でもこういったイベントが行われるようになっている。4. アルバカーキ。 インターナショナルバルーンフィエスタ、米国。開催日、2014年10月4日から10月12日、米国ニューメキシコ州のアルバカーキで、10月上旬から9日間ほど行われる。世界中から熱気球が集まる大型イベント、毎年何万人もの観客が見守る中、750機以上の色とりどりの気球が空を舞う、一斉飛行や夜明け飛行があったり、思考を凝らした面白い気球があったりと見どころ満載。 エネルギーに溢れた躍動的な祭りである。5. ン・ビーワーリー・インド、開催日、2014年10月23日から10月27日、光のフェスティバル、とも呼ばれるインドの祭り、もともとは、インドのヒンドゥー教の新年を迎える行事だった、一斉にあらゆる光を灯し、善が悪に、光が闇に、精錬さが巨実に勝つことを祝う、光はその象徴とされる、地域や宗教によって意味が異なり、 女神ラクシュミーをお祭りするところなどもあるアシュラムで光を囲い祝うなど各地でさまざまなスタイルで光が捧げられている。